大和神社。大和神社は、奈良県天理市新泉町聖山にある神社。式内社、22社。旧社格は、寛平大社で、現在は、神社本庁の別表神社。祭神は次の御柱。日本大国魂大神以外の祭神については、文献によって諸説あり、神社要録では左殿を、須沼日神、釈迦説、元要記では左殿を山林大明神、右殿を、天照大神、元要記一説では右殿を稲倉魂神としている。日本書紀によれば、もともと、大和大国魂神は、大地主大神として、天照大神と共に、孝昌天皇の時代から、瑞妃茂木宮の大殿に、同殿とも床で祀られていたが、世の中が乱れたり謀反を起こそうとする者が出るなどは、両神の勢いのためであると恐れられるようになった。そのため崇神天皇は真意を恐れ、崇神天皇6年に、天照大神を、王女豊入姫命に命じて、大和の国の重縫の湯に移して祀ることとし、和大国魂神は、王女貞明上入姫を祭主としてこれも、宮中の外で祀らせるようにした。しかし、布木入姫は、髪が落ち体は痩せて、祭祀を続けることができなくなった。崇神天皇7年2月、大和ととひももそ姫命が夢で、しいそ長押しをもって、和大国魂神を祀る、おもとせば、必ず天下、太平になむとの信託を受け、また、同年8月7日にも、大和ととひももそ姫命、大水口すくね、伊勢おみくんらが同じ夢を見た。そのため、同年11月に、神武天皇の親、椎根津彦の子孫で、大和の直の祖である、椎曽長押を祭主として、新たに神地が定められ当社が創建された。この伝承から、天照を天神とし、大和の北に玉落義とする性格をはっきりさせたことが読み取れる。水人記にはもっと詳細に出ている。当初の鎮座地は、現在の鎮座地の東方の山麓大市の長岡崎であると見られ、後に現在地に遷座したとされるが、遷座の時期ははっきりしない。一説には、現在の長岳寺の位置であるという。長岡崎が長岳寺付近の丘陵を指す可能性もある。主長6年、持統天皇は藤原慶の造営にあたって、伊勢、住吉、紀伊の神と共に当社に奉幣収加害を立てている。寛平9年には最高位である正一くらいの神階が授けられた。延喜式神名帳には、大和国山部郡大和座大国魂神社三座と記載され、明神大社に列し、月次、相勝で、新滑の幣箔に預かると記されている。後に16社に、白河天皇の時代には22社の1社ともなった。平安時代初期までには諸国に神風327個という、天照大神を祀る伊勢神宮に次ぐ広大な社領を終え、朝廷の崇敬を受けて隆盛した。しかし、平安経営の遷都や藤原氏の隆盛、永久6年の火災などにより衰微していき、天正11年の火災によって、神領の書類をすべて消失した。こうして、中世には社領をすべて失ってしまった。1871年、寛平大社に列せられた。江戸時代に社殿が寺院様のものに作り変えられていたので、寛平大社列閣の際に新たに社殿が造営された。1948年に神社本庁の別表神社に加列されている。大和国が官名の由来となっている。日本海軍の戦艦大和には、当社の祭神の分霊が、関内神社として祀られていた。戦艦大和は1945年4月7日に、坊ノ岬沖海戦によって、沖縄沖で沈没したが、その時に戦死した第2艦隊司令長官、伊藤誠一中将以下2717名が、末社、祖霊社に合祀されている。1969年、境内に、戦艦大和記念塔が建立された。さらに1972年9月24日、軽巡洋艦矢作と駆逐艦8隻の戦没者も合祀し、坊ノ岬沖海戦の全戦死者3721柱が国家、鎮め守るの神として祀られている。所在地交通アクセス。ありがとうございます。